者として聞きたいことですか。はいはい、先輩なんか。なんだろう、あ、でもこの作品の撮影中になんかすごくほっそりされていたイメージが、あ、そうですか。あるんですけど、なんか減量とかそういうことするタイミングってもちろん今まであったと思うんですけど、どういった方法で。このタイミングはね、減量とかあんまり多分意識してしてなかったと思うんですけど、ちょっとごめんなさい、はい、定かじゃないんだけど、うん、なんかただただなんか人相が悪かったよね、お互いにだけど私もですか。なんかこうやっぱり、あ、こういう役をやるとなんか人相が悪くなるんですよね。だからそれでちょっと、うん、なんていうんですか、そんなに体重変わってないはずなんだけど、そう見えたのかもしれないですよね。あ、それは、はい、そうかもしれない。今すごい優しい顔されていますね。優しい、今優しい顔してますか。やった。あのこれから皆さん見られる方は、ね、すっごいんだからもう監督も怖い顔するんだから本当に、監督からいきましょうか。監督、はい、1個引いていただいて、一体どんな質問が来るんでしょうか。はい、引きました。はい、読み上げて。そうですね、はい、お名前は何という方なんですかね。ポロレイさん。ポロレイさん、ポロレイさんって方、はい、ポロレイさん、どっかいらっしゃいますか。なんかいらっしゃるかな。ちょっと恥ずかしいかな、まあ、必ずこの会場の中いらっしゃるね。はい、どなたに質問でしょうか。皆さんへ質問です。はい、役作りが大変だったと思いますが、クランプアップしてから役が抜けるまでどのくらいかかりますか、という質問です。それちょっとあの先に答えて。分かりました。そうですね、そういう時はもう絶対にもう分かりましたっていう。分かりました、答えます。そうですね、でも役にもちろんよるとは思うんですけど、あんまり抜けるっていう、入ったっていう感覚より抜けたっていう感覚の方がなんか感じづらいような気がしていて、なんかついこの間まで同じ役ずっと1年間私も演じてたんですけど、はい、でもうあの次の現場にいるんですけど、抜けたのかどうなのかわからないけど役入れようみたいななんか割と、はあ、でもね、そうなんです、力づくみたいな、なんかそういう感覚はねないですね。うん、僕はどっちかというと入った感覚もない、わからないですね。だから一緒にこうよく会う友達とかになんかやっぱりその役の時違うねとは言われるんですけど、うん、無自覚なんですよね。うん、あんまりわかんないんですよね、抜けるとか入るとか。うん、佐藤健さんへ質問です。 おひげ姿がこれまたかっこよいですね。ご自分ではおひげスタイルはどう感じていらっしゃいますか。ありですかと書かれております。ありかなしかで言ったらありなのかな。すごくない、そのなしだと思ってるのがこんな全国の皆様に大画面で見られる、ね、そうですよね。うん、皆さん、あ、そうか、まだこれからご覧になるからあれですよね。清原さんから見てどうだったんですか。佐藤健さんのひげはありなんですか、なしなんですか、はっきり言ってください。これありだと思います。というのは私、見ましたっけ、撮影中に。俺、ひげ生えてたっけそのあこの、あ、そうか、どうでしたっけ。あんまりね、そうでしたっけ。最初の方は生えてますよ。そうか、ちょろっとあるシーンでは。そうか、そうですね。あ、じゃあ清原さんはその面と向かってひげぼうぼうのとこ見たことないんですけど。そうですか。でもまあ出来上がった完成した先見たじゃないですか。はい、そしたらありいいですね、目力が。覚えてなかったじゃん。いや俺もそうなんだけど、はああんまりなんかお会いした時にひげの印象がなかったんですけど、きっとなしではないと思うので絶対。ね、はい、武田さんも自分でこれは、でまあやっぱ役者やっててこう何か、ま、今までやってた役と変わると安心できるみたいなのがあるんですよ。だからちょっとひげでとか髪型とかやっぱ変えたくなるんですよね。なんか一つその拠り所といいますか、まあ、本当はそんなところに頼らずに、うん、表現できたら一番いいなとは思うんですけど、やっぱ私はまだまだなのでヒゲだとかに頼らせていただこうと思っております。なる